One, two, three, なんと、今回もう一人漫画家さんのペン先を撮影することに成功しました。その方は少女漫画からキャリアをスタートし、青年誌で花開いた異色の漫画家、山下Kazumiさんです。代表作は連載開始から26年目を迎えた天才柳沢教授の生活、極端に規則正しい生活を送るちょっと変わった大学教授が日々新たな発見をしていく作品です。山下さんは深い人間観察をもとにしたストーリーを少女漫画の柔らかいタッチで描いてきました。そうそう、どこにでも行くんですね。フットワーク軽い。熱狂的なファンが多い山下さん、やはりこれまで執筆を撮影されたことはほとんどありません。お邪魔します。はい、いらっしゃいまし。素敵な。山下さんは3年前全面すき家作りの仕事場を建てました。主品がどこに座るのさえかわからないって。うわー素敵な。うわうん、何も飾るお金がないんで、うん、しょうがないから自分で掛け軸作っちゃった。あれ自分の掛け軸なんだ。自分で表層まで全部自分でやって。あ、いいな。好きだなこういうの。あ、そうですか。うわいいな。作ったは作ったんですけど、ただ瞑想部屋にはいいんですよ。あ、これいいよね。夜とか閉めていいですね。ここでね、ネームを考えるというには。ネーム考える以外ないですもんね、これ。ないですちょっと散らかっててお恥ずかしいんですけど。いやいやいや、漫画家の仕事場だから当然ですこんな感じです。いやでも、はい、環境としてはやっぱりいいな。猫にはね猫ね、猫が一番いいところ、ね、お猫様なんだよ。いや何しに来たんだよって同級生という 年齢だけにあれですね。相当考えてることとか、うん、あれがやってることとかが似たとこありますよね。分かる、分かる。ありますよね。今回は山下さんの仕事場に3日間にわたって密着しました。苦しみながら1ページを生み出す息を呑む映像をお楽しみください。作品は連載が始まったばかりのランド第7話です。とりあえず猫ちゃん下書きの時手袋なんですか。あのね、ここが痛くなるんで。痛くなるんだ。ここが擦れて痛いからなのね。そうそう、痛いんでつけてるんですよ。書いてる音ってこんな感じなんだ。いやー、これ衝撃的な下書きですよね。え、そうですか、うん、マジ本当にこういうイメージを探してるっていう線のね。そう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 、うん、あれそしてこうだから、こうだから、こうか、こうか、こうか。すごい悩むんですよ。下書きですごく。動きの線。そう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 、ね。動きのあるデッサンみたいなのってやっぱり大変ですけど、この
この持ってき方はすごいよね。本当ですか。で消すんですよね。もったいな。資料写真とか自分で見ることもあるんですけど、うん、自分でこうしながら想像して描くことが多いですね、うん、あの資料写真ってああいうスポーツのシーンなんかでもその写真をそのまま描くと割とこじんまりしちゃう。そうですね、うん、見ないで描くっていうのが漫画らしい感じするんですけどね。そうですね、うん、やっぱその人の絵に一回してから、うん、写実になりすぎちゃうと その漫画家さんの絵じゃなくてもいいじゃないってなっちゃうのでね。このバッっていう感じの動きっていうのは写真じゃ撮れないんですよね。これもうこれもねこれかなり衝撃的な下書きですよ。そうですか、うん、これ素晴らしい下書きですよ。これも直感でイメージができて描いたやつだったんで、うん、そうなんですよね、直感なんですよね。自分でこうイメージを捕まえて、そうイメージをとにかくイメージをこうに焼き付けなきゃってね。そうそうそう、うん、捕まえるチャンスがあるじゃないですか。そう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 、イメージをふってすると逃げちゃっていなくなっちゃうじゃないですか。そうです今頭の中にイメージがあるうちに書き留めなきゃっていう焦りみたいなものがねありますよね。僕なんかそうですよ、うん、もう消しちゃうんだよな。そうすげえいい絵が入ってたのに。もったいない。あの顔すごい良かったのに消しちゃうんですよ。なんかね消してる時点で動揺してるんですよね。うわーとか。でもね気持ちいい。もうあの絵をいらんっつって消すところがね、うん、とにかく必死なんですよね。いいじゃないですか。いやそのままその後でまたあるんですよ実は。ランド1話完結の作品でヒット作を連発してきた山下さんが新境地に挑む長編ストーリーです。舞台は四方を山に囲まれその向こうをあの世と信じる閉ざされた村。主人公の少女アンは徐々に外の世界へ興味を抱いていきます。これから書くのはアンが山の向こうから現れた謎の子供と衝撃の再会を果たすシーン。ここから物語が動き始めます。はい、これで今回の、はいはい、ちょっとね最後がまた曖昧。山下さんは編集者と何度も打ち合わせを重ねることでネームをブラッシュアップしていきます。面白いですね。よかった。すごいこの特にこの俺イノシシのやつ被るシーンとかすごい面白かったんですけど、これからどうなるんやろうっていうところのなんかなんですかね。次の展開の一旦見せてあげないと次読むときに忘れちゃうかなって思うんで。そうね。わかった。山のためにちょっと。山下さんは一度書いた内容にこだわらず。柔軟に作り直します。試行錯誤が作品を面白くするんですね。ネームから下絵から原稿でここまでこうなんていうかな、うん、もう構成までも全部変わってってここまで変わっていく人って結構珍しいと思うんですよ。あのね、うん、なんかボロカスに言われてもいいんでとりあえず思ったこと全部書くんですよ、ね、そうするとどっかになんかダイヤがあるかもしれないっていう、うんうん、もう一個より下だからね。だって初めてその山下さんがデビューした後に生まれた担当らしいんでちょっとさすがに僕も一番最初は少し恐縮しましたけど、私の方がいつまで経っても新人タイプなんで。山下さんが今描いているのはアンがイノシシの皮をかぶった謎の子供と再会する幻想的なシーンです。考えすぎかな。
こ悩んだんですよ。あーダメだ、水はつかない。わかる。いや難しいんですよこのコマ。うん、あの、うん、背広を羽織るみたいに毛皮を、はい、羽織るんですけどありえないことなんで、うん、いらっしゃい、いらっしゃい。この猫のでチェンジオブペースがあれですね。そう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 、うん、あのまま張り詰めてると参っちゃうけど、ね、下と同じ大きさってのよな。何年経ってもこれで悩むんだよな。これが案の姿勢もちょっと入れてみて、この辺にこれでちょっと痛いほど気持ちが分かりますよ。ですか、はい。柔道漫画とか描いてるとすごいこっちゃないです。柔道漫画描けばもうちょっとうまく描けたかもしれないですけど、もうこれ分かるでしょ、大変なんですよ。もう本当にあの下書きで迷った時の原稿は真っ黒になりますよね。なりますよ、うん、もうやってもこれ永遠にきっとこう獲得できないんじゃないかっていう時ありますよね、うん、ね、うん。ちょっとどいてくれる？はい、はい、じゃあバイバイ。丸ペンですね。そうですね。このキャラクターは割と大きいところって丸ペンとか使うんですか？使いますね。目のところとかは。このペンタッチなんですよね。これがね、山下さんなんですよ。え、そうですか。うん。このね、スーッと二重線が入る感じ。で、そうか。そんなに力んでないんですよ。ああ。僕らからすると、うん、そんなに力まないで大丈夫か、うん、っていうタッチですよね。これ多分少女漫画でずっと描いてきたの。80年代のタッチだと思いますね、はい、あの岩立さんとか、はい、ふわっとした感じの、ね、あの頃こう、うん、系統してるイメージだと、ちょうどデビューした時がそこら辺ぐらいで、はい、その中で揉まれてきたんで、ぐいっと一本線じゃなく割と集合線なんですよね。そうですね、うん、これGペンになりました。あ、ってことはやっぱり目は丸ペンで、このあ、そうね、この輪郭太いですからね。そうです。吹き出しって意外と難しいんですよ。なんかあ、ありますよね、ね、位置とかかっこいい吹き出しね。そう、僕らあの大友和弘さんが出てきた時に、はい、あの無味乾燥に丸いっていうのを、はいはい、見た時に衝撃的で、ああ確かに、なんだこの素っ気ない感じっていうのが、漫画ってそういうとこまで全部感情表現でゴリゴリ描くものじゃないのみたいなのが、この不愛想な感じ何これっていうのはすごく衝撃的だったんですよ。大友さん出た時は私もショックでしたよ本当に。ドームです。ドームが衝撃的でした。おじいさんの見開きでしょ。ああ、じゃあそう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 。で今の若い子たちに大友克洋が出現した時のショックみたいな話しても、うん、今もう世の中が全部その絵になってしまっているので、あのそのインパクトをいくら言っても伝わらないんですよね。そうですか、うん、大友さんのペン先ぜひ見てみたいですね。浦沢さんレッツトライ。最近使い始めたんですよ、あの表層習い始めてから。
すずりで吸った墨は、うん、あの上からあの薄墨塗ってもぼやけないんですよね、うん、ニカの力があってでそれに気がついて薄墨使う時は吸った墨、うん、固形墨を使うように最近、うん、なるほどなるほどしてるんですよ耐水性があるとそうなんですよあそういいこと聞いたそれに気がついてあそうなんだそうなんですよでもなんか作画の前にすずりで墨をするっていいですよねすがすがしい感じがしていいです漫画ってやっぱりでもこういうことの積み重ねが面白いんだもんね、はあ、そうですね、うん、いつも無謀なこと考えるからもう大変なんですよ、うん、山下和美さんは昭和34年北海道小樽市に4姉妹の末っ子として生まれました子供の頃、上の姉二人が漫画家としてデビュー。その影響で自然と漫画を描くようになりました。ここにね、禁断のちょっとこれだずっと置きっぱなしなんですけどね、ここに。これ中学の時ですよ、描いたの。ほら、リッチブラックマですよ。おお。中学の時に描いた。こんな綺麗だっけ？これ女子だから。これですね、みんな中学の頃ですねここら辺のはうまい中1そうこの当時にやっぱり影響を受けた人っていうのはやっぱ露骨に出ていますね、うん、萩尾先生とか有吉京子先生とかこれなんか有吉京子先生っぽいっていう、うん、これは中1ですねこれ初めてだから、はい書いたみたい原稿です、ね、この時点でもうやおい系な感じですよねこれディープパープル物語ですねああ恥ずかしい山下さんは大学在学中の二十歳でプロデビュー少女誌に恋愛漫画を次々と発表しますしかし大ヒットは生まれませんでした最近になってうん確かに少女漫画じゃダメだったよくわかるっていうか、うん、恋愛もののワクワク感っていうのを出すのがいまいち下手だったんですよあどうなるのどうなるのっていう感じの、はい、当時なかなか描けなかったっていうでもだったんですよ、ね、あの照れもあったんじゃないですかそうすごいありましたねありますよね、うんデビューから9年山下さんに青年誌の仕事が舞い込みますそしてお父さんをモデルにヒット作「天才柳沢教授の生活」を生み出しましたこうして山下さんの才能は青年漫画で花開いたのですやっぱり青年誌の方に移行するときに、はい、本人的にはどうだったんですかいや、あんまり意識はなかったですね。意識はなかった。うん。別に今までやった通りなつもりでやっていったんですけども、多分合ってたんだと思いますね。あ、何このしっくり感みたいな感じは。そうそう。この時でもうあーって思ってるんですよ隣に試し書きで墨で書いたのがあるんですけど、うん、これとちょっとイメージ違うなっていう感じでもう頭の中でうーんっていう感じになって、うんうんうん、思い描いていたイメージの通りにペン先が進まず苦しんでいるようですいや今ね途中までやってみたんだけど、うん、これじゃ普通すぎるよね。あんま悪夢感って感じ出ないよね。夢に出てきそうな感じってね。漫画世界においてのリアルな線ってやっぱりこの線なんですね。そうなんですね。もう一回やってみる。これでもうちょっと丁寧にやります。
下さん、それなら、また絵を一から描き直し。チャレンジするんだ。チャレンジするんだ。和紙、和紙にチャレンジしてみるんですよ。水墨画だから、チャレンジャーだな。使えるのかな和紙って思いながらも、え、やり慣れた初めて。すごいシーンが撮れたね。やっぱりこのお家にいると出てくる発想かな、はい、あ、それはあると思いますね、うん、一筆目からこけるって。うわ、にじむにじむ。どうすんの。あ、塗ってくのね。最初に塗って、うんうん、大変だ。大変ですよ。にじみが読めない。そう、これは試行錯誤だ。この時点で着地は見えてるんですか。うん、見えてないです。あの墨がどこに流れていくか分かんないんで。あ、そう、ね、すごい怖いんですよ、うん、予測不可能な感じが出て初めて、うん、悪夢のような感じとか、そういうの、ね、かなと思って、うん、チャレンジしてみてたんですけど、漫画界にもなかなかないチャレンジですよね。怖い、すごい怖い。あ、ここで失敗するんですか。あ、これが。でもいいや、味にしちゃえ。ホワイト効かないんで、うん、怖い怖い。怖いですよね。私もハラハラしますよ。いや、行き詰まる画像ですよこれ。うわーって、これまだもやっとなっちゃうんですよ、滲んで、思ったより大きくなっちゃってね。そう、うわー、うわー、でも見てられないです私自分で。怖い、あれは大変な作業だ。よりによってこのページですかっていう感じで、ね、なんか漫画の制作過程じゃないみたいですよね、うん、でも本来この自由さがあって叱るべきですよね、漫画って。そうですね、うん、なんかそういうとこあるんですよ、山下さんの漫画って。なんだろう、ちょっとした感じのところで定石を打ち破るっていうね。何考えてんのっていう感じがポーンと出てくる。人生行き当たりばったり。 あの教授のおかしなところは、あの教授学び続けてる感じするじゃないですか。教授っていう人にものを教えるはずの人が、うんうん、実は自分が世の中を見て驚いているっていうことっていう方向にしてるのが、あれがいわゆる上から目線にならないっていう感じが非常に面白いなと思うんですけどね。あ、そうか、うん、私はそうだからか。これやったの初めてだったんですよ。これも、うん、あ、いいですよ。なんかこう民話の匂いがしてきました。この後でまた展開があるんですよ、大きな展開が。これぐらいで止めといた方がいいかしら、ね、どう思います。面白いね。面白い、どう、どうなんだね。ああ、どう思う？うん、これ一枚でもよかったかなって感じ。そうなんだよ。そう、しまったと思って。ナイスアドバイスでしょ。キラーパスだね。うん、大胆なアドバイスをスタッフが。うんうん、こうなって、もうペン入れしちゃったよ。うん。さっき描いた上の2コマをなくして和紙の絵を1枚で見せるってことですよね。でもそしたらあの2コマがあんな苦労して描いた2コマが、どうする。
これ自体はすごいいいですよね。うん、これ自体はでもね、やっぱこれ1枚1枚ですそうしますか。あれなし、モツですよものすごい苦労して描いたじゃん面白いね漫画作りのこの厳しいというかしつこい現場の感じがよく出てますか。分かっていただけるんじゃないですかね。そうですか。うん、イノシシの皮を羽織る動きは前のページの最後に入れることにしました。5時間半かけてようやく完成。和紙に筆と墨で描くというチャレンジ、最後の最後まで試行錯誤を重ねるしぶとさ、山下漫画の真髄がこのページに込められています。ふざけることに真面目なあの人は、やるたんびに白紙じゃないですか、うん、で今度こそこれを埋められないんじゃないかっていう恐怖感私だから私この家建てたのって背負い込む。そう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 、ローン払うことじゃなくてもうそういうギリギリに立たないと新しいものもう作れないなっていう。面白いね。そうですか。なんか新人みたいな気分。いやいやいや、編集に変更を見られてる。どうですかこの44年経ってみて。面白い仕事でよかったなっていう感じがするよね。相変わらず面白い。1日24時間全部その経験が仕事に生かされる。そうですね。そうですね。ね、それはすごく贅沢なことだよね。今漫画を書くのやめて、うん、一本書かないってなった時すっげえ不安だよね。そう、何のために生きてるんだろう。そう、分かんなくなる。子供たちや若い世代の人たちが「わっかっこいい」とか「すげえ」っつってペンを手に取るっていう感じが、状況が起きるのが一番いいですよね。